こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカのですね、望遠レンズ、エルマリートの 135mm になりますね。ご覧のようにメガネ付きのレンズになります。ライカのような、レンジファインダーカメラというのは、こういう望遠のですね、レンズっていうのがちょっと苦手なんですけれども、そのためにですね、このブライトフレームがですね、この望遠だとちっちゃくなってですね、非常にフレーミングがしにくいということなんですけれども、そのためにこのメガネがですね、このファインダーの前にこうついてまして、このメガネを通して見ることで、50ミリの視野枠のですね、ブライトフレームが135ミリに拡大されて見えるというですね、仕組みになっているんですね。ですので、普通の 50mm レンズをですね、覗くのと同じような、感覚でこの 135mm をフレーミングすることができるというふうな仕組みになっております。はい。でですね、スナップ撮影だとですね、だいたい広角域で 35mm とか 50mm を、やっぱり常用される方が多いと思うんですけれども、たまにですね、こういった、望遠ちょっと重いですけれどもね、こういったもの、こういったレンズを使うことで非常に新鮮な絵を撮ることができますね。135mm が結構おすすめっていうのはですね、意外とですね、映画にですね、似た、この画角、絵が撮れるようになるんですね。街中とかですね、ショーウィンドウとかですね、人物とか小さめのモニュメントですかね、オブジェなんかを撮ると非常に雰囲気のある写真が撮れますし、やっぱりこの背景が非常にボケやすいんで、雰囲気のあるポートレートとか、情景描写がすることができるんですね。というわけでですね、ぜひですね、一度、メインで広角を使ってらっしゃる方もですね、お試しいただきたいレンズですね。お値段も結構こなれて、リーズナブルですので、ぜひチェックしていただきたいですね。はい、ということで、本個体ですけれども、ご覧のように、エルマリートの 135mm ですね。シリアルが2064732ですので、1964年ですね、の、カナダライス社製、エルマリートということになります。ご覧のように外観はですね、見たところ、すれあたり、へこみとかですね、ペイントロスや、使用感という使用感はほぼほぼ感じられない感じで、備品といって差し支えない状態だとは思いますね。もちろん新品同様とは言いませんけども、こういう角の部分ですね、メガネの角とか、こういうロレットの部分にもですね、当たったり擦れたりした跡がありませんので、かなり綺麗だと思います。こう正面から見てもどこかに落としたり、どこかに強くぶつけたり擦ったりしたような跡もないですね。はい。フードがこう内蔵式になって引っ張り出すようになっているんですけれども、フードもですね、ペイントロスとかぶつけた跡、摩耗などもなく綺麗ですね。はい。レンズももちろん前玉、後玉ともにですね、擦り傷、ひっかき傷、コーティングの剥離や摩耗などなく綺麗な状態です。中玉も曇りかび、バルサム切れないですね。チリ、ホコリの混入がですね、肉眼でも、ちらほらと見える程度でですね、画質に影響のあるレベルではない感じです。はい。絞りの状態もいいですね。いっぱいまでスムーズに回ってまして、油の乗り、羽の痛みないですね。ピントヘリコイドもやや重めなんですけれども、いっぱいまで滑らかに動きムラなく回っております。はい。メガネもですね、バルサム切れとか曇りカビのようなものはないですね。ないですね。はい。はい。非常に調子のいい、いい感じの状態のですね、エルマリートですけれども、布のためですね、末永くお使いいただくために、全体的な分解、整備、清掃、調整をご希望いただける場合はですね、オプションからお選びいただけましたら、
当社にて格安で受け負わせていただいております。はい、付属品がエリアキャップと、今回はですね、フィルターがついてますね。こちらは純正ではありませんけれども、UV ですね、この落とし込み式になっている、はい、レンズ保護用のフィルターになります。はい、こちらがシリーズ7ですね、用の押さえリング。はい、こんな感じですね。それと、こちら純正のフロントキャップです。はい。ということでですね、はい。何気なおすすめレンズになっております。エルマリートの 135mm、望遠レンズです。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。申し遅れましたけれども、本個体ですけれども、はい、関東カメラサービス様にてですね、すでにですね、整備、調整を施していただいておりますね。はい、レンズの汚れとかですね、絞り点検、していただいております。はい。こちらもですね、整備表もお付けいたします。はい。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。